腹ペコアザラシと申します。信長の野望大使パーフィット、難易度は上級、シナリオは夢幻のごとく、選択大名は明智光秀、第19回を始めさせていただきます。前回北条領侵攻作戦を開始した明智家、まずは韮山にて北条の軍勢を全滅させることには成功いたしました。しかし北条領は広く、また兵の数も膨大なため、まだまだ戦は続いています。それでは今回もお時間ございましたら、ぜひお付き合いください。はい、真田対バンダンエモ当たります。では真田幸村、頑張っていただきましょう。決戦の指揮取ってまいります。怖いよバンダンエモ。はい、王軍技力が120、これはだいぶ有利ですね。まあ、最初から布陣してましたからね、こちらはね。はい、ではまずのろしを上げていきましょう。あ、のろしはでもここか。壊されちゃうな。あれ、でも金もこちらにしか置けない。やっぱ一変更で、あ、間違えた。当たり前だろ。俺が何を分ける分かんないところを見ていたんだ。我が軍は当たり前だけど、こちらですね。はい。では、まず、のろし。のろし、ここかな。で、金。金は、こちらに2つぐらい置いときましょう。はい、だと36で使える、本陣切り込みかな。いやー、でもやっぱり本陣切り込みぐらいだったら、作戦なしにして、いつも通りドラー隊を置けない、陣も置けない、鳥は、のろしがここにあると置けないのか。そしたら本陣切り込みでいいでしょう。で、切り込み隊は東堂高虎と、まあこれでいいですね。はい、で彼らとの部隊の能力の差を見ていきましょう。はい、うちは100、110以上が当たり前ですね。150とかも攻撃を振りますね。はい、相手は、ま、部隊の能力値もね、うちの方がもう圧勝で、吉重と宇治国、この二人だけちょっと気をつけるような能力値ですかね。はい。で、あと11ある。罠、奈落。こちら入れときましょうかね。はい、ではこれで進めたいと。いや、一変更しとこう。ちょっと、名古屋さんが少し、数が、少なすぎますね。で、成政とちょっと入れ替えていきましょう。はい、ではこれでいきましょう。では進めてまいります。ちょっとうちも能力、まあでも能力少なくても数は多いからな。ではこれでいきましょう。では進めます。はい、西巻の戦いだな。はい、それではまずのろしを守らなきゃいけないので、のろしを守るような形でちょっと封じしていきましょうかね。いつもだったらここはドラナイになるんですけどね。始めましょう。始めよ。ゲチよ、ゲチよ。で、向こうものろしを上げてますね。そしたら水の体で壊しに行こうかな。まあちょっと様子見ていきましょうかね。では進めてまいります。やはりのろしを狙ってきますよね。前方にありますからね、なんて言ったって、うちののろしはね。では進めます。よし、奈落にかかっていくと。沼原じゃないから反撃はされちゃうんですよね。ただ足止めにはなってしまうので、衝撃を入れられるように布陣していきましょう。始めるぞ、ゲッチ。ご命令を。
覚悟を願おう。六門戦の旗を掲げよ。下地よ、お覚悟願います。覚悟せよ。下地よ、始めましょう。お覚悟願います。はい、では進めてまいります。敵の居所知れます。よりとい、おい。横槍を入れよ。やりたい、前へ。ああ、こちらも奈落にかかっちゃいました。ただ強撃は入りました。触れないかけるよりは采配かけていった方がいいでしょう。采配かけていきましょう。ダンバンダンエモはここにいるのを見つけたと。ただし今の段階で突撃してもなるべく全滅を狙っていきたいのでしたくないですね。次はこちらを出しましょう。はい、では進めてまいります。水の対応を横向きを向かせましょうかね。はい、では進めます。やりたい、前。はい、吉重隊壊滅です。宇治国隊が壊滅と。成政も動けるようになったか。じゃあこちらとご命令ください。始めよ。雪村少し前に出しましょうかね。で、秀光も少し前に出しましょう。ご命令、始めるぞ。お覚悟願います。こんなところでいいですかね。ちょっとね、水の体が後ろからつつかれて少しダメージ食らってるので。はい、奇襲になりましたと。ああ、ちょっと後ろからつつかれて。はい、よし、また一部隊回復。お、落とし穴にかけちゃいましたね。ん、この部隊がどう動こうとしてんだ。名古屋隊で回り込みましょう。いや、名古屋隊はただ指揮に行きましょうかね。兼領隊がぐるっと回り込みましょう。まだ命令不可なのか。ちょっとここがね、部隊数が少ない状態なので少し不利な状態ですね。では進めます。やりたい、はい。はい、一部隊壊滅です。やっぱり武将というかね、部隊の能力値が違いすぎたのでね。よし、そしたらダウンエモン隊に後ろからかかりましょう。名古屋隊も同様ですね。まだ動けないのか。はい、これでいいでしょう。はい、壊滅です。そしたら本陣、まあ今出してもあんまり見ないけど、本陣切り込みだけ出しておきましょう。で、成政隊は後ろをつつきましょう。はい、これでいいでしょう。今さら逃げても仕方ないだろう、バンダーエモンはって思っちゃいますけどね。はい、壊滅です。ではバンダーエモンをみんなで攻撃いたしましょう。はい、采配もかけていきます。何しやがる、何しやがる。はい、これでパーフェクトゲームですね、今回はね。まああれだけね、舞台のね、能力値に差があったらね、そりゃね、もう危なげなく戦えますよね。雪村が武、冥府で語り草にするがよい。はい、では成田さん仲間になっていただきましょう。
はい、では解放いたします。片付けない。で、はい、国峰はどういう戦場だ。うちの方が不利か。そしたら行軍して、よし、このように間を縫うように行軍して、まずはこの6の準拳場を破壊しましょう。その間当たらなければいいけどな。ちょっと様子見ていきましょう。はい、ではここは全軍出していきましょうかね。いやー、一部隊だけ残すかな。攻撃防御がちょっと低い忠興隊だけ残して、あとは全軍で向かいましょう。指揮なさらずとも我らの勝ちは揺るぎません。決戦の指揮取りますか。当然取ります。ここも全滅狙いでいきます。はい、ではここも126なので、のろしは上げられないと。では鐘は2つ鳴らしていきましょう。で、ドラ台を前に置きましょう。で、あとは作戦。作戦何使えるかな。神出鬼没にしてみましょうかね。あんまり使ったことないんだけどな。で、強襲隊が秀吉と。そしてそしたら強襲隊は端っこの方がいいから、いや、まあこれはこれでいいのか。で、位置変更でこちらを入れ替えていきましょう。いや、動きやすい方がいいから左の方がいいでしょうね。川があるとやっぱ動きづらいですからね。いや、いいのか、川渡っちゃえばいいんだから。で、強襲隊で裏から落としていくような感じでやってみましょう。ではこれでやってみます。我に続け。はい、ではまずドラを守るようにいつも通り布陣していきます。秀吉だけちょっと前に出しましょうかね。気合を入れろよ。覚悟してもらおう、覚悟してもらおう。ご命令を。まあ、このオールスターズはね、絶対負けることはないですからね。はい、これでいいですかね。すごいな、160の115とかもういじめでしょこれは。そしたらちょっと入れ替えたいな。こっち置いて、これを優遇に使いたいですね。ではこれでいきます。秀吉隊だけちょっとね、避けましょうかね、ぶつかるのをね。ん？これは秀吉に向かって興奮してきてるな、ちょっと。では、少し合流しましょうかね。ん？ちょっと外れようか。で、様子見てみましょう。では、進めていきます。強襲隊、ここで進出鬼没すればいいかな。まだだよな。よし、ちょっとここで裏に回っておきましょうね。はい、ではこちらで麒麟寺入れていきましょう。では進めてまいりましょう。やりたい前、やりたい前。狙うは成田隊かな。この隊を狙っていきましょう。では後ろから突きましょう。やりたい前。ここで進出鬼没出せないかな。はい、強撃です。あ、キリンジですね。よしよしよし、すごいダメージいったぞ。380とかいきましたね。
いいんじゃないか、これは。で、この隊で、この岸田隊をついていきましょう。官兵隊、ちょっと張り出しましょうかね。はい、成田隊壊滅です。一度秀吉隊は引きましょう。で、ちょっとまた後ろからつきましょうかね。いいんじゃないか。ではキリンジ入れていきましょう。でキリンジかかったところで少しもう前に出ちゃいましょう。はい、これでいいでしょう。はい、強撃が入ってきますね。はい、壊滅です。これでオバタ隊も壊滅ですね。はい、黒兵隊も壊滅で、あー、沼罠にかかっちゃいましたね。はい、変なところ見ちゃいましたね。ではキリンジかけていきましょう。はい、今回も全部大キリンジ入りましたね。はい、ではこれでいいでしょう。はい、壊滅です。勝たねば生きる道はなし、それが乱世。はい、4万全滅させました。かたじけない。はい、これ交渉出てないかな。出てますね。交渉していきましょう。え、10日考えるの、この状況から10日って。あとはここですね。この準賢所6をうまく壊せるかどうか。皆の力合わせよう。大義名分かな。そうですね、無理やり戦意を上げてきますね。ん、これ当たるかな。報告いたします。ご命令を。ここだと、うちが不利か。美濃輪で当たっちゃう？その方がいいか。いっそのこと美濃輪落としちゃいましょう。いや、大丈夫。これで引いた。そしたら、ここに行きましょう。はい、そしたらまた集結が出てきてますね。ニラ山。ん？これ交渉絶対打ち切られてるな。2万2000戦場だから、あと1回だけまたさっきみたいに有利な状況で戦えますね。そしたらそれはそれでいいですね。もう1回全滅を出していけば、3回全滅させれば南関東の軍はだいぶ削れることになりますからね。って思ってたら下田に8000もいる。恐ろしいな。おい、どんだけ兵力いるんだよ北条は。やっぱそれだけ関東があの裕福な土地っていうことなんでしょうね。いやー、うちから出せるのはこの2つの軍ぐらいだぞ。あと小山とかから、まあ、もう少しかき集められますけどね。かき集めとくか。そしたらここに一応軍出しとくか。勝家はちょっと病気になりそうなんだよな。それが怖い。なので本当は勝家、病気になりそうっていうか寿命が近いんですよね。本当は勝家にしたいんだけど、堀尾さんたか、堀尾隊で行くしかないかな。勝家にしたいな。もう少し持つかな、持ってくれるかな。
担いでじゃないとどれぐらい能力が落ちちゃうんだろうか。これとかどうだ。あれどこだどこだ。わかんなくなっちゃうぐらいとりあえず能力値が落ちるってことですね。でも北条は強くても高山右近隊ぐらいの能力しかなかったから、織田信清だけもう少し入れたい入れたい。まあこれぐらいあればなんとかなるだろう。うん、手数はマックスで持てるだけ持っていきましょう。ああ、これにすると落ちるんですね。やっぱり鉄砲にしとくと上がりますね。ではこれでいきましょう。で、詰めておきましょう。とりあえずこれでいいかな。では進めて参ります。待て。はい、ミラヤマの本丸を落としましたと。あ、スケマサさん加わってくれますね。でも多分年齢70か、この方も亡くなっちゃいそうだな。はい、では小田原に行っても無駄なので、向こうの方が多分兵数多くなっちゃうので、八王子は 16,000 上限。とりあえずここに行ってみるか。光秀隊のオールスターズだったら多分倒せると思いますので。で、下田ちょっと落としてみましょう。はい、では見ていきます。上州の巡検所ももう、わあ、やっぱりそうだ。勝家また病でしたね。いかがだったんでしょうか。北条家との2度の決戦に勝利した明智家、順調に歩みを進めております。しかし関東は本当に裕福な土地なのか、どん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 軍が湧いて出るので、いくら全滅してもなんか全然意味がないように思えるのは私だけでしょうか。いやー、全くもって、ね、なかなか進むスピードが遅くて申し訳ございません。それでは今回はこれで終了させていただきます。お付き合いどうもありがとうございました。